第3回ものづくり交流会 in 渡りになります。その事務局団体を務めさせていただきます応援のしっぽの広部と申します。もともとは復興宮城ネットワーク会議の中のワーキンググループの一つである生活再建のワーキンググループがあったんですね。そこから何をテーマに生活再建を行うか、その支援を行うかというところでものづくりをテーマとして扱うことに決めました。でその中からじゃあ今後どうしていこうかっていうところで、まずみんな自分たちの状況を知ってもらう、そのために交流会を開くのがいいんじゃないか。で実験的に第1回目を石巻で開きました。でその次2回目気仙沼で、今回の3回目の渡りになります。ものづくり交流会としては、来ていただいた方たちの情報発信、あるいはその企業さんや行政からのつなぎ役としての窓口の機能っていうものは今後継続していければなとは思っています。いろんな団体さんがいらっしゃるんですね。もう雇用を生みたい、もうこれから企業としてバリバリやりたいっていうところもありますし、もう自分たち の, その手作りをし 手仕事をしたいので、その材料品だけになればいいや、みんな集まるそのきっかけになればいいやっていうところから様々な方がいらっしゃるんですね。もうどなたでも興味があればぜひっていうことにはなります。コミュニティであること、一人でやってる方たちっていうのはちょっと交流会の趣旨には現在のところはそぐわないので、みんなでやっている、その笑顔のためにやっているっていうところであれば、どんな団体でもいらっしゃっていただければ。今ものづくり交流会としてのホームページがないんですね。なので今直近ということであれば、事務局団体である宮城連携復興センターの方にの担当三浦の方に連絡いただくか、 NPO 法人応援のしっぽの方にの広部の方、私まで連絡いただければと思います。まずこれをご覧になられたその手仕事されてらっしゃる方であれば、もう本当にどなたでも来ていただければと思います。でこんなことで悩んでるとかでも構いませんので、私まで連絡いただければお答えはします。どんなことができるかはちょっと聞いてみないとわからないんですけれども、ぜひ、参加の方よろしくお願いします。で一般の方であれば、こういうことをまだやってる人間がいるということを周りの方にも告知していただければと思います。まず皆さんいろんな3人からやってたりとか60人からやってるような団体さん、いろんな方がいらっしゃるんですけれども、知ってもらうっていうことは本当に大変なことなので、知ってもらうことだけでも協力いただければとは思います。気に入ったものがあればどんどん買っていただければと思いますので、はい。